はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日はね、いつもお世話になっている主人のお父さんとお母さんにちょっと感謝の気持ちを込めて、手作りのアルバムをおちびちゃんとパパと作って、それをねプレゼントしに行きたいなと思っています。準備万端です。アルバム作れる？うーたん、アルバム、じじとおばあばに登場しよう、いつもありがとうって。え、プレゼント？プレゼントしに行こう。いい？うん、ばあばとじいじ。そう、ばあばとじいじ好きでしょ。ばあばとじいじ、チョコチップの？チョコチップはばあばとじいじが飼ってるワンちゃんです。ココリンのね、兄弟なんだよ。で、写真とかいっぱい撮って、公園で聞いてる？スタッチがくれたんです。あ、このカチューシャね、私の友達のリサッチっていう子がくれたの覚えてて、今日これ初めてつけたんだよね。スタッチがくれたんだよね。買ってくれたんだよね。プレゼントしてくれたんだよね。はい、ということで、行ってきます。公園着きました。ということで、今から、アルバムにする写真をプリントしていきたいと思います。写真のね、プリントに使うのはエプソンのエコタンク方式プリンターっていうものを使っていきます。携帯から簡単に写真をプリントすることができます。そしてこちら、他のプリンターと違ってエコタンク方式のインクなので、簡単にこんな感じでボトルからインクが注入できます。そしてインク代もね、安く済みます。で、たくさん枚数が印刷できます。あとは用紙を差し込むだけでスキャンやコピーも可能なプリンターです。この L 版のやつでまず写真をプリントします。そしたらエプソンの専用のアプリから好きな写真を選んで印刷。わー、できた。じゃーん、すっごい綺麗なんだけど。お店とかでやんなくても家でこれからできるね。最高。どんどんと印刷していきます。で、もう一個のアプリから、これデザインペーパーっていうのもあって、おしゃれな、なんかデザインペーパーを印刷することができるので、この辺も使ってアルバムをおしゃれに作っていこうかなと思います。ダウンロードするんだね。はい。あー、これ可愛くない？あ、こういうのでもいいかも。これをセットします。じゃーん、かわいい。こういうなんかかわいいメッセージカードみたいなのも印刷できるので、これも印刷します。じゃーん、いろいろかわいいデザインペーパーを印刷しました。かわいい、これで、たくさんね、写真もプリントして、もう一回り大きいサイズでもプリントしておきました。もうね、めっちゃあっという間にプリントできたし、普通紙に印刷プリントしてもとってもね、画質が綺麗なので、本当に優秀だなって思いました。で、デザインペーパーをこうね、手でちぎって、ちょっとノートに貼り付けておしゃれにしていこうかなと思います。赤ちゃんの時の写真もね、ちょっと1枚印刷したいので、コラージュで印刷できるこういうのがあるので、これでちょっとプリントしてみます。じゃん、0歳の時と1歳のうーたんをこんな感じでプリントしました。かわいい。ここに、じゃあバーバ書いてあげて。バーバ、これだって書けないもん。書けるやん。バーバ書いてあげて。大きいでしょ。おー、いいね。ね、メメは、メメクリクリ、バーバ目クリクリだから。おー、上手。メメ書いて。おー、
怖い。怖くないよ。上手だよ。ママ。おお、なるほどね。お口は？お口ない。お口ここに書いてあげな。おお。眉毛。眉毛描く？うん。眉毛、眉毛。おお、そういう感じ。かわいい、なんかポーキーみたい。ポーキーじゃないよ。これ何？これ誰描いたの？バーバ。バーバ。バーバでしょ？でこっちに。お花は？あ、お花？お花描いてじゃ。バーバの花。バーバの花どんなかな？花。あ、いいですね。かわいいです。ジージ？うん、ジージどんなかな？うん、そう、そこにジージの顔描いてあげて。おーマシミとかみて。おお。大きい。大きい。めめ。おお、めめ大きい。大きい。口もめめも大きい。面白いですね。めめ。めめ。ドリになってるフラ。ね。はい。チー。チー。いい。バー。あ、どうしたの？面白い？バー。バー。はい。面白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 い。そっちもあるの？ハートだらけ。じゃあ完成しました。こんな感じでいいんじゃないですか。はい。どうですか、こんな感じで。バーグバーグ。じゃあこれを届けに行きますか。ホコルイの兄弟だよね。そうそうそう。やうた。今日ちょっとババがねお出かけしてていないからね。早くあげた、早くあげた。早くあげた。お、すごいな。アルバム作ったよって。あれは？ウータンが描いたやつも。情報室じゃん。え、これ俺も見てないし、めっちゃ情報室。すごい。ハートつけるって言ってね。え、こんな描けるようになったの？これ描いたの、姉ちゃん。何でも教えたの。すごいじゃん。すごいね。そうね。これは綺麗やな。でもあれやん、あの父さんも俺もさ、うちの家系あのさ、おも長やからさ、ちょうど。のんちゃんすごいな。これ今日はジジしかいないけど、ばあばにも見てもらおうね、うたね。写真で渡したことなかったもんね、たぶん。全部うちうちで吸ってきてん、これ。へえ。いや、何でこれ出るんだよ。はい、こんな感じのプレゼントでございます。ありがとう。ありがとう、ありがとう。はい、ということで、ジジとバーバに渡してきました。ちょっとね、今回バーバがいなくってジジしかいなかったんですけど、ジジもね喜んでましたね。今までこう子供の写真をこうデータでしか送ることがなかったんですけど、まあ、手作りアルバムだったり写真にしてジジとバーバに渡すことで、まあ、孫のこう成長が鮮明に思い出として残せるってことで、とってもね、喜んでました。あの写真をプリントする以外にもいろいろデザインペーパーが作れたりとかして、そのデザインペーパーで今回アルバム作成に使ったんですけど、いろんなものにね使えるなと思って、今後もね我が家ですごく活躍しそうだなって感じです。このエプソンのサイトにこのプリンターを使ったいろんなアレンジ方法とかいろいろ載ってるので、ぜひねちょっと面白いので見てみてください。そして今ならキャッシュバックキャンペーン開催されてるみたいで、プリンターとインクをセットで購入した方にはビザギフトカードでキャッシュバックされるキャンペーンが行われてるみたいです。ぜひぜひこの機会に、このプリンター気になった方ぜひチェックしてみてください。そして最後にとっても嬉しいご報告が
ございます。なんとエプソンさんとイベントをねすることが決定しました。やったで、日程は12月の21日土曜日になります。時間とかそのイベントの内容とかイベントの抽選とかいろんな詳細は概要欄の方からチェックしていただけるとありがたいです。でイベントではね視聴者さんとこう写真を撮れたりとかできるみたいなので、ぜひ私なんかとでよければ一緒に写真を撮ってください。私もとっても楽しみにしてます。ということでイベントについても詳しくは概要欄、そしてこのプリンターが気になったよって方もぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではこの動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。